サツと東城会相手に一生逃げ回れるわけもね。やるしかねえんだ。オンザヘッド！今夜ついに衝撃のデビュー！カムロの巨竜！ウキョータツヤ！カムロの恐竜？で、医務室でしたかね。行ってみますか。何か用？お？怪我はしてないようだけど。お！ここは。そっか。来い。あなたが右京達也くんね。見ての通り、ここは医務室よ。医務室？ここで怪我した人間を普通の病院に送ったら、即警察に通報されるでしょ。私は工藤咲。工藤咲かわいい。ヒロインか？ヒロイン枠か。あれ、この医務室のボス、雨宮泰山先生よ。タバコ吸いながらやってんじゃん、治療。ふん、あなた体本格的に鍛えたことないでしょう。でもこの柔軟な筋肉悪くないね。気安く触ってんじゃねえ。へえ、威勢がいいのね。君の相手、空手家ともき、国学館大の4年生。来年には打撃系の格闘家としてプロデビューが決まってるわ。え？デビューが決まってんのになんでこんなところに。本当だよ。もうアマチュア相手じゃ物足りなくて、プロデビュー前の腕試しにここに来たってわけ。マジかよ。前の試合で有段者の空手家を前蹴り一発で倒したわ。マジ？から打ち合ってもきっと勝負にならないわよ。関係ねえ。相手が誰だろうと俺には関係ね。あっそ、じゃあ準備すれば。ロッカールームで。ふざけやがって。試合だと？あんなのただの殺し合いだ。こんなところで死んでたまるか。ジジイの言うことなんて誰が聞くかってんだ。この地下にヤクザ3人、医務室のおっさんと女はまあいいか。3人か。俺ならやってやれないことはね。狭い部屋で1人ずつならやれる。そうだな、あのロッカールームがいいな。ロッカールームにおびき込んで一人ずつぶちのめしてやる。怖いな君、ヒロインか。さっさとロッカールームに行って試合の準備をしてくれば。この人あれだよね、女優のハルさんらしいね、声優さんがらしいですよ。で、なんかこの主人公、右京達也、今更だけど、コーラ健吾さん、ちょっと俺名前ちゃんと知らないですけど、俳優のね、やってるらしいですね、声優さん。何をしているよ、さっさと試合に行ってこい。うるせえ、お前。黙れ。俺は試合したくねえんだよ。俺はもう帰るの、カムロ町に。よし、ここなら一人ずつ相手にできる。うろうろしてんじゃねえ、試合までじっとしてるわ。まずはあのヤクザだ。一気に決めねえと廊下にいた奴らも来ちまうからな。ここは頭でも痛いふりをしてあのヤクザをおびき寄せるか。演技派ですね。めいが。くだらねえことすんな、見え見えなんだよ。マジだって、お前らにスタンガンでやられたから頭が痛くて。ちょっと手を貸してくれ、そこのベンチまででいい。俺が試合に出られなかったら困るのはお前らだろ。クキってやつに言われてんじゃないのか。ちっ、しょうがねえな。手貸してやるから、ほら立て。ボケが引っかかりやがったな。くっ、ざけやがって。だ、脱走だ。すぐに来てくれ。すぐに囲まれるぞ。こっから逃げ出せるわけがねえ。うっせえ、てめえらみたいなやり方が一番ムカつくんだよ。むちゃくちゃだよ、この人。あ、でもそんな強くないな。レベル1と喧嘩スタイル1だって。大したことねえな。どないした？関西弁かよ。文句あんのか、これ。あんまり強くないんじゃないか。いって。ガード硬いや。いっしょい。おいしょ、これ。あっぶね、あいつ。ちょ。あぶやぶ。よいしょ。オッケー。やったか？ああ、なになに？敵乱入？よいしょ。よいしょ。よいしょ。
ガード硬いな、しっかり。よいしょ、これ。どんどん来た。これはもう、とっとと決めないとまずいな。よいしょ。いって。はい、よっしゃ。あー、くそ、距離感がわかんねえな、まだ。よいしょ。オッケー。よいしょ。よいしょ、俺。くそ。よいしょ、俺。よっしゃ。まだか。しぶといな、結構。よいしょい。終わりか。オッケー。おうざ、まだ終わんねえか。よっしゃ、終わった。やったんじゃねえか、これで、全部。よーし、脱走しようぜ。カードキュー奪っちゃおう。お、海岸。新しいスタイル、喧嘩レベル3を習得。新たに下段パンチのコンボが増えた。さらに掴み攻撃を習得した。やった。おー、このスタイル変更しましょう。何が違うんだ。ボケが手間かけさせやがって。3人同時に相手にしまったが、結果オーライってやつだな。確かこいつがエレベーターのカードキーを持ってるんだったな。これか、エレベーターのカードキーは。よし、これでここから逃げ出せるはずだ。失礼しまーす。逃走するぜ、バイバーイ。逃げちゃいまーす。シャバニーで、シャバニーがあるぞ、シャバニー。シャバニー出られるぜ。よっしゃ、エレベーター来た。逃げるぞ。逃げ出せた、本当に。確かに、天界地取りの裏道だ。こんなところに地下格闘技場への入り口があったとはな。随分カメラ町で遊んでっけど、全く知らなかった。茎とかいう知識、やり手かもしれねえな。こっからなら右に行って天界地通りに出れば、カムロ町から逃げ出せるはず。夜だし、フードかぶって顔を隠したら人混みに紛れられるだろう。いけっか、そんな簡単に。逃走も逃走じゃねえか、こいつすげえな。この主人公すごいね。やってることむちゃくちゃだよ、結構。ああ、もうほら。クソガキが見つけたぞ、これ。ち、もう気づかれたのかよ。うわ、やば。大丈夫、これ。なんで関西弁なの、さっきから。茎組って何？関西契約ぞ。よっしゃ。おれ、お、変わってる、確かに。おい、おい、おい、はい、はい。オッケー、おれ。よいしょ、よいしょ、よし。終わんねえな、こら。勝利。もうボッコスか殴って疲れたな。ちょっと一旦休んで。よいしょ、よいしょ。オッケー、おれ。よいしょ。はい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 、よいしょ。オッケー、おれ、よいしょ、よいしょ、おれ、立て、おい、終わりじゃ。オッケー、めちゃめちゃ強いな、この主人公めちゃめちゃ強い。やべえな。早くカブロ町から逃げ出さねえと。あと少しだ。天界地通りのアーケードから出たら俺はこのカブロ町から逃げ出せる。いや、そんな都合のいい話あるかな。大丈夫？先回りされてない？いける？やった！ここまで来れば。いや、もうダメじゃん。いるじゃん、ほら。めちゃくちゃいるじゃん。おお、何笑ってんだ。逃げられるとでも思ったのかよ、ガキが。まさか、お前ら、茎組の。ここまで逃げてこられたってのは褒めてやる。お前が初めてだ。あそこから逃げ出せたのはよ。だけどな、お前の動きなんてお見通しなんだよ。なんだと。お前ら、こいつに教えてやれ。二度と逃げる気が起きないようにな。いちいちムカつくな。お前らなんかに捕まってたまるかよ。
町中に茎組構成員が大量配置されました。迫ってくる茎組構成員に捕まらないようマップに表示された目的地まで逃げてください。はあ？いや無理では？いやめっちゃいるじゃん。いや無理もう無理じゃない？いやちょっと待って、どこ？あそこで？オッケー、逃げろ達也。はあ怖い何やらされてんだこれ本当に。逃げろー。結構逃げれてんじゃね普通に。結構かいくぐってんぞ。逃げれたんじゃない？よし。ここまで来ればどうだって言うんだ。いやもう無理じゃんこれ。いや無理では。どうして俺の居場所が。お前に渡した携帯電話には GPS 機能がついてるんでな、どこに逃げようとすぐにわかる。この携帯がクソったれ。だったら俺がこの携帯を捨てちまったらどうすんだ。 GPS も無駄だぞ。その時は命も捨てることになるな。お前を見張ってるのはその携帯の GPS だけじゃないってことだ。搭乗会茎組構成員全員から逃げることができると思ってるならやってみればいい。止めはしないさ。ムカつくな。ここでお前ら全員相手にしてやってもいいんだぞ。吠えてろ。お前は地下の格闘場で戦うしかねえんだ。おいお前ら、このガキ連れて行け。カードキーも忘れずに回収しとけよ。それと、今度逃げたらお前らも無事じゃ済ませないからな。わかったか？はい！くっ、叫やがって。ほらもう無理じゃん。どうせほら、回収されちゃったじゃない。まったく、仕事を増やすな。お前と違って俺は忙しいんだ。試合に出る前に怪我するなんてバカかお前は。知るかよ。俺は試合に出るなんて言ってねえし。腹をくくれ。戦う以外に道はないんだ。お、全回復。よし、これでいい。さっさと試合に行ってこい。やだ、行きたくない。試合したくないよ、はるちゃん。はるちゃんじゃねえ、さきちゃん。あのさ、君、ずっと逃げる気？は？そろそろ本気になった方がいいんじゃない？ここは君が考えてるほど甘くないわ。分かったら、ロッカールームに行って試合の準備をすることね。やだー、試合したくない。ちょっと待ちなさいよ。なにどうした？なんだよ。お前も俺に文句あんのかよ。救いがたいバカね。あなたこのままだとリングで殺されるわよ。喧嘩だけじゃ生き残れないのよ。このドラゴンヒートってリングではね。これ、持っていくといいわ。スタミナ WX？ なんだよこれ。薬か？試合中に体力がなくなってピンチになったら使うといいわ。え、使っていいの？ともきは格闘界のモンスターって言われるぐらいの実力者だからね。一方的にやられたんじゃ試合にならないわ。うっせえな。お前に俺の何がわかんだよ。そういうことは試合で勝ってから言えば。チッ。もう試合の時間でしょ。遊んでないでさっさと行ってきたら。めっちゃいい子じゃん。かわいいな。さっきはごめんな。お前の相手はともきだったな。まあ勝ち目なんてねえだろうけど、死にそうになったらこっそりこれでも飲んどけ。え、マジ大穴狙いでお前にかけてんだからよ。せいぜい頑張ってくれ。なんだ、いい奴らじゃん。あんだけボコボコにしたのに、お前ら。お前もなんかくれよ。何をしている？早くロッカールームに行け。これ以上俺らの手を忘れ忘れな。なんだよ、もうちょうだいよ。もう、あいつくれたぞ、スタメナ X。お前はなんかくれんの？いや、なんかこれ、試合始まりそう。一旦セーブしよう。先セーブしてこよう。ということで、セーブしてきたので、やりますか。お前か、さっきはふざけたまにしやがって。まだ顎がガクガクしてやがる。分かってんだろうな。二度と逃げようだなんて思うんじゃねえぞ。もうすぐ試合だ。さっさと準備しろ。分かった。ああ、俺本当に戦うのか。当たり前だろ。ここに来て何言ってんだ。さっさとリングに上がって殺されてこい。ちなみに、試合のバーサスオッズは、2対8でお前が2で友樹が8だ。まあ万に一つも勝ち目はねえわな。鉄板の試合だ。バーサスオッズ？なんだそれ。
試合の確率だよ。お前の試合に観客たちが金をかける。もちろん勝ち目のあるファイターの方にたくさんの金をかけるわな。それがバーサスオッズだ。人気のある方がポイントが高い。お前の試合のバーサスオッズは2対8。つまり見に来ている客のほとんどがお前が負けると予想してんだよ。そんなのわかんねえだろ。どうだろうな。ここに来てる連中の目は超えてるぜ。ヘドが出るほどにな。分かったらさっさと行け。負けるにしてもせいぜい客を楽しませてくるんだぞ。なるほどね。サツと登場会相手に一生逃げ回れるわけもね。やるしかねえんだ。オンザヘッド、今夜ついに衝撃のデビュー、カムロの巨竜右京達也。カムロの恐竜、相変わらずアドリブでリングネームを考えやがる。おお、いきなリングネームじゃねえか。オンザテール空手界のモンスターたまき。うわ、いかちいな。稲妻のごとく現れたこの怪物にすでに5人が病院送りとなっちまった。ストリートでは敵なしの不良がドラゴンヒートの新たなスターとなるか、それともトモキの必殺の一撃にリングを血で染めるのか。あっと、オッズは圧倒的にトモキの勝利を予感しているぜ。今夜はスパーリングにもならねえな。てめえ調子乗ってんじゃねえ。思い知らせてやるよ、本物の格闘な。うわ、マジか、やんのか、すげえな。え、レベル 3? 空手レベル 2? そんな強くないんじゃないの。変わんねえじゃねえか。対してなんやったら俺の方がスタイルは上だぞ。勝てるんじゃねえか。おいおい、これだったら堀井の方が強かったぞ。喧嘩銃弾の。トモキの格闘スタイルは空手よ。何？正面からの打ち合いは危険。うんうん。ここから回り込んで戦うのよ。ああ、ありがとう。なんか急に語りかけてきちゃった。あの女の子、サキちゃんが。んだ、やんのか、ハゲ、おい！こら！ハゲ！調子乗ってんじゃねえぞ、おい！うーわ、なるほど。やるね。ガードを下げないで。上よ。強い。いや、確かに。正面からは。殴り合えねえな、俺。いいわ。よっしゃ、俺。いってぇ。いや、強っ。いや、強っ。のやら。とにかく掴んで、ボコボコにするしかなさそうだな。いってぇ。し、いってぇ。のやら。確かに、これは、正面から無理だな。よいしょ。よいしょ、俺。これでも。あ、なるほど。こうやって、スウェーしてからの。いやー、いってー。くそ、いいのもらっちまったな。この野郎。調子乗ってんじゃねえぞ、くそ、あげー。俺。いやった。くそ、スウェーしても当たるんだよな。調子乗ってんじゃねえぞ、くそ、あげが、これ。どうしてハゲ？いって！いや、だから、スエしても当たっちゃうのよ。むずい！スエしても当たるんだけど、なんでだよ、このハゲ！調子乗ってんじゃねえっつってんだろ、こら、ボケ！おら！体力回復アイテム使いたくねえ！使わずして勝ちてえ！よっしゃ、おら！来た、こら、ボケ！よっしゃ、おら！おら、どうして？いや、いって！いって！いってててててちょ待て、うらぁ、やばい、まずい、やばい、やばい、やばい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、危ない、やばい、さすがに回復しないとまずい、これマジでやばいな、くそ、おでん食え、おでん、おでん食え、達也、いって、うっぷねー、ガードできんの、くっ、あっぷねー、みんな調子乗りすぎだって、お前、
おら調子取りすぎたく下げこの野郎。いやもうむず強いな。のやら調子乗りすぎたっつってたらハゲこの野郎てめえ。おらいやくそ厄介だな。おら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 ボケおらボケおら犬入ったろこの野郎ハゲ。またか言って調子乗りすぎだっつってんだろがこらボケ。おらハゲおらハゲおい結構おもろいな。またかとりあえずガードしといて。おら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 なんで当たんないの。ちょっといってやばい。くっそ強い。お前どこ殴ってんだこの野郎。おいいって強いわ本当に強いこいつ。いってくーやばい体力がやばい。いや強マジ強いこのハゲ。くっそ回復アイテムは使わずに貸したかったけど普通に強い。おらのやらおらボケうれまたそれか。よいしょくそくそまずい。いやーくそガードしすぎてもこうなるのか。強いな。なかなかつかみ技がこの野郎やっと終わったっつえめちゃめちゃ苦戦したわ。全然スマートに勝てなかったな。これまだ慣れが必要だな。いやー難しいな。いやそんなかっこよく決めてないって達也くん。いやまあ絵にはなったな。強かったこいつ。これは最高。俺が悪くねえ。まるで血が燃えてるみてえだぜ。見ろあの観客の喜びよ。町じゃただの野獣だがここでは金の卵だ。てめえいいかこちらのマッチメイク通りにここで戦え。10連勝を成し遂げれば戸田殺しはなかったことにしてやる。マジかよ。どういうことだ。こういうシナリオにしてやる。戸田を失踪するんだ。置き手紙も残さず理由も告げずまるで煙のように消え、そして永遠に見つからない。重圧者はこの町じゃ珍しくない。もし負けたら証拠のビデオを警察に送る。同時に戸田の死体も出てきて君の人生はジ・エンドだ。いいかお前の居場所はもうここしかないんだ。しょんべんくせえガキの喧嘩だったな。あなんだてめえ。あなんだこいつ。なんだあの勝ち方。おい黙れよこいつ。なんだ勝ちだろうが。そうだよ。なにこの人かわいいな。かわいい。ゆりか綺麗な姉ちゃんだな。ご指名よユリカ。最高のショーを見せてやるぜ。終わったらお前の店で飲んで朝まで俺とワンマッチだ。やかましいわ。泣いてんだこいつ。お前ダセんだよ。カッコつけてんじゃねえよお前この野郎。なんだこいつ。私結構手強いわよ。あそうなの。お手並み拝見ね。覚えとけ。
いい女はその日のうちにものにするんだ。格闘家に明日はねえ、今日だけだ。達也とか言ったな。よし、お前は俺がぶっ殺す。なんでだよ。本当の勝ち方ってのを教えてやるぜ。それまで死ぬなよ。なんかイケスカやつやなお前。おいイケメン気取り、カッコつけてんじゃねえぞてめえこの野郎。まあよく勝てたわね。内容はむちゃくちゃだけど。うん、ほんとね。あのヒューガーってのは何者だ。ドラゴンヒートの看板スターの一人。一人？看板スター。何人かいんのか。そんなに強いのか。総合格闘家の多くは打撃系からの転向、柔道からの転向が多いけど、ヒューガーは最初から総合格闘家を目指して、寝技、組技、締め技、あらゆる格闘技をマスターした強者。毎回華麗な勝ち方をするわよ。でもね。でもなんだ。爪が甘いのよね。勝率も7割には届かないってとこ。爪が甘いじゃあ大したことねえな。違うわよ。彼が大事にしてるのは最強へのこだわりよ。は？俺は喧嘩じゃ7割どころか10割だぞそんなやつ目じゃねえよ。ぶっ殺してやるだけだ。はあ、君にはまだわからないか。なんだと？お前さん、トモキと戦って何を学んだ？は？喧嘩は勉強じゃねえだろ。学べない戦いに意味はない。意味だと？このままじゃお前さんはヒューガに勝てねえな絶対にな。めちゃくちゃ言うじゃんこいつ。言い過ぎだって。傷つくじゃん達也くん。あー終わりか。まあキリがいいんで今日はこの辺で終わりにしましょうか。結構やったんじゃないかな。1時間ぐらいやったかもね。まあちょっと2本に分けてるかもしれないし、1本にまとめて動画出してるかちょっとわかんないですけど、まあね、ちょっと今日この辺で終わりにしたいと思います。結果的に久喜龍太郎の思惑通りになった感じですよね。ドラゴンヒート、まあ司法というやつもいるのにね、それでも観客が物足りないと思ってるという状況ですよね。そこに喧嘩の天才というか猛獣というか野獣というかね、まあ恐竜と言われてましたよね。狂った竜って言われてましたけど、がまあスパイスとして入ったみたいな感じですかね。ゲーム内容的にはとりあえず10連勝を目指すっていうことですよね。なんか非常に分かりやすくていいですね。物語的にはまあそういう感じなのかってちょっと思いましたけど、でもなんか普通に面白いね。なんかちょっとどうしてもこの戦闘システムに慣れるまで難しいけど、慣れたらもっとスマートに勝てるんだろうなって感じしましたね。ちょっと慣れるまでちょっとまたドタバタと回復アイテム爆食いしながらの戦いになっちゃって、ちょっとねダサい勝ち方になっちゃうけど、まあしばらくはこういう感じになっちゃうんじゃないかなってちょっと思いましたね。まあでも面白いんでね、どんどんやっていこうかなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価で応援よろしくお願いします。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。